防災への取り組みを紹介するこのイベントは、南海トラフ地震などの巨大地震に備えてもらおうと、休日に買い物客が多く訪れる商業施設を会場にして、豊橋市が今年初めて開きました。会場には、能登半島地震で課題となった災害時のトイレ問題や、被災地で活躍した捜索救助犬の活動について学ぶブースなどが並び、多くの親子連れらが訪れています。いやあんまりできてないので、なんかこういう機会になんか始められたらなとは思います。めったに使わないんですけども、まあ、いざという時に、まあ、すぐに使えるように普段から知識を身につけるのはまあ重要だなと。この催しは午後3時まで開かれています。